イナル。一組目は斉藤大吾、対するは横井正史。いよいよセミファイナルベスト4の一組目、斉藤大吾先行、あと横井正史。コメントと S1 号、まだ斉藤大吾の後ろから横井正史だ。大悟が先行なのをついていくことは無理です、はい、ここからアクセルを踏むでしょ、はい、またアクセルですぐ曲げていくんで、もうずっと踏んで回ってますもんね、これね、これね、無理です、ついていくこと。なるほど。1本目はイーブン、そして入れ替えの2本目、斉藤大悟が後を追い、どんな走りを見せるか。今坂を下ってきたところ、ここから最終コーナー、どう出てくる、どう出てくる、横井が来る、そして後ろからコルベット、先行の横井、高スピードのままスピンしながらの大クラッシュ。これで済んだなという、はい、上に上がったから、はい、衝撃はなかったけど、あ、横井さん、何が起きました。いやー、いいスピードで出たんですけどね、はい、いけるスピードなんですけど、はい、落ちた瞬間にちょっとタイヤ外れちゃって、ですよ、ね、早めにね、もう止まれないと思って、はい、ストレートから減速に入ったんですけど、はい、ダメでしたね危なかったね、びっくりしたちょっと俺の大丈夫、さすがの大悟もビビっていた。一方、ピットに戻った横井、大丈夫や、大丈夫です、 OK、 OK、 体は何ともない、大丈夫、体全然大丈夫です、3位決定戦走れそうなんで、はい、まだ走るの、この人恐ろしい。もう一組は内海明典 VS 平島明。いよいよセミファイナル2組目、決勝進出をかけた戦いは内海明典 VS 平島明。内海明典先行、後追い平島、青いマシン TMAX S1 号平島がどう降りてくる、さあ内海が思いっきり飛び出してきた、いい形で来ている、それに対して平島入ることはできない、内海がいい、内海がいい、さあここは平島ギリギリ最後のところで寄ってったけれども、これでは取れないか、先行者の最終コーナーでのインまたぎだ。いい走りを見せた先行内海だが、ここでインカットし減点された。2本目、後追いでワンランク取りたい内海、先行平島との一騎打ちだ。バーサス内海明典、横井と内海の対戦だ、さあ降りてきた1本目、横井が前、後ろから内海明典、ずーっと角度をつけて飛び込んでくる、それに対して逃げる横井、そして逃げていく、逃げていく、さあ入れない、横井早い、入れない、非常にいい速度、ああ、ここは旋回が速い、もう1回しか速い、これすげえいい走りですよ、横井、はい、多分精神もちょっといかれてるね、クラッシュした後ってそうだよ、ね、ちょっと不安なんですよ、車がちゃんと動くかどうかって、はい、全くないですよ、この場面、全くないよ、いや確かにそうですよね、全然平気なんだね。結果は77のイーブン、入れ替え2本目、今度は横井が遠い、青いマシンがどう来る、どう来る、近いところから内海マシンを狙って入ってくるかどうでしょう、さあ内海が決めて入りきれないか、いやー、横井、やはり三席でのアンダーを取られ、3位に輝いたのは内海明典、3位です、え、勝った、やったわ、いやー勝った、
か。お前ブルドッグって見えなかったですけど、熱いよって。そしていよいよファイナル。相手平島さん決勝戦ですけどどうでしょう。また青い車なんで怖いです。相手大吾ですけどどうでしょうか。嫌です。嫌です。走りたくない。走りたくない。はい、お願いします。はい、今両者が握手をしました。斉藤大吾 VS 平島明。いよいよラウンド6のファイナルです。斉藤大吾 VS 平島明。さあ、斉藤1コーナーでインカット、ワンランク減点された。そしていよいよファイナル入れ替えの2本目、平島明がアドバンテージで先行。さあ、ワンランクをリードされた斉藤大吾がどんな跳びを見せるんだ。どう飛び出てくる。さあ来た、平島に対して斉藤大吾がインカーからずーっと寄っていく、寄っていく、寄っていく、捕まえている、捕まえている。平島にトラブル。完璧に捕まえたこの2コーナー、ここです。この時にこれは押したわけもうこのね、はい、2コーナーに入った時に、まあ、マフラーからも火花出ましたし、はい、もうあのエンジンがなんかリアがかけない状態でしたね、はい、今ね。平島レム当てすぎでロッカーアームの脱落。 SR エンジンで勝負するには仕方ないところだが、優勝したのは斉藤大吾。ありがとうございます。はい、まあ、コルベットを作ってから今年、まだ優勝がなかったので、そうですね、まあ、年内に優勝することができてホッとしてます。ホッとしてる。ちょっと最後走りもそんなにかっこよくなかったんですけど、まあ優勝は優勝なんで、はい。はい。おめでとうございます。コルベットでは初優勝ということで。はい、